タワーマンションあるんですね、新興室。京急線のプラントかっこいいね、あれね、ダイナミックな感じでね、横浜方面まで繋がってます。京急線を楽しめるね。ベンチ、はい、どうも皆さんこんにちは。スワレル系バス検索とファインドマイタウンというサイトの管理人をしておりますペンタでございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、神奈川県横浜市の、新小安駅に、来ております。新小安はですね、京浜東北線が停車する駅でございまして、もうあの横浜駅までですね、もう10分もかかんないぐらいっていうね、結構ね、横浜に近いエリアとなっております。で、京浜東北線の中でもですね、新小安駅っていうのは、東京から横浜の間で最も家賃相場が安い駅ということになりますので、まあ、ちょっとね、どういった特徴があるのかというところを見ていきたいと思います。こちらですね、京浜東北線の、JR 新小安駅とですね、あと京急線ですね、京急線の、京急小安駅というのが、非常に、近くてですね、もう乗り換えもこれ1分もかかんないぐらいで、こっちのね、京急線の、方に、乗り換えができます。あ、今ですね、京急線のはい、バスですね、めちゃくちゃね、飛ばすっていうので有名な京急の快特でございました。駅、改札出てですね、こっちはなんか、踏切渡るか、歩道橋渡らないとちょっとね、他のエリアに行けないというような、状況になってます。で、西口のですね、まあ、駅周辺案内図になりまして、今ですね、まあ、現在地ってところいるんですけども、ここからですね、右手の方に行きますと、第一京浜、国道15号ですねの大きな、通りがございましてですね、で、あと、なんだっけな、あともう少し先行くとね、首都高速道路の羽田空港線があるということでね、主要なね、基幹道路がすぐ近くに、あるというのが、まあ、一つの特徴でございますね。で、あとこの左側に行くとですね、なんだ、新小安公園とかですね、あと、オルト横浜っていう、これはなんか商業施設になってるのかな、ちょっと、後で見てみましょうかね。うん、まずはじゃあちょっとね、駅近くのこの商店というかね、そういったところからまず見ていきましょうかね。こっちの、第一京浜国道15号側ですね、行ってみたいと思います。あの白いカラーリング、あれも京急線でしたっけ。こちらですね、京急線は普通電車しか停車しませんので、エアポート急行とかですね、そういった速達電車が停車しない、駅でございます。で、ここはちゃんぽん富士っていう、今ちょっとね、やってないみたいですけどね、こういったですね、お店も、ございます。あとこのね、軽井沢って書いてあるこのスナック、こういうのもあるんですね。サラブレッドとかね、うん、あとはね、本当にもう、もう昔からあるようなね、お店とかですね、あとなんだろうな、ここもちょっとやってないのかな、正月休みでちょっとね、閉店のお店が多いですけどね、はい。で、ここのね、ループになってるところ、この道路がですね、ちょっと、特徴的ですよね。こうずっとね、ぐるっと、こうやってループしてですね、そこの神奈川産業道路ってところにね、通じる、通りにね、アクセスできるということになります。だから駅前ロータリーっていうと、もうここになってこことですね、あと逆側のそのオルトっていうところにもね、ロータリーがあるんですけども、15号側のサイドはですね、ここがですね、まあ一応車の待ち合わせスポットなのかなって感じですよね。はい。で、あと駅前に、ファミマとかですね、あとちょっとおしゃれめなこのヨガのスタジオとか、ございますけども、うん、麻雀とかですね、ちょっと残ってる感じ。そっか。この右手のね、その、ループの下はね、一応駐輪場になってますね。あと中華料理がちょっとあるぐらいで、あんまりやっぱお店はないですね。新小安っていうとね、ちょっとね、地味な駅な方になるんですけどね。なかなかね。この国道15号沿いになんかファミレスとかあるのかな。ないか、なさそうだな。そうだな。あっち側の方にね、かろうじてマックが見えるけどね。
であとちょっとね気になったのがですね、あのシンコアス降りてですね、ちょっとなんか空気悪いなと思ったなんかね、あ、空気っていうかね、あの排ガス、なんかすごいね排ガスの匂いがするんですよね。うん、なんかねこうなんかちょっとねどんよりしてるっていうかね、あの住むんだったらやっぱりね、あのオルト側の方がいいですね、逆サイドのね。あとでちょっと言ってみますけどね、なんかこっちねなんかこう本当になんか排ガスの香りがね充満してる。うん、でね、こっちもね少しね歩いてみますかね。まあホルモン焼きジンギスカンとかね、少しあるんですけど、なんかすごい排ガスの匂いが漂ってきた。ああもう路地も何にもねえな。あとこのパブスナックグリーングラフ。保育園がね、ありますね、小さめの保育園がございますと。うん、ここにね、まあ、右手側にこう綺麗なね、マンションがあるんですけど、うん、ちょっとね排ガスが本当すごくて僕はちょっと無理かな。うんね、確か駅近いんですけどね、横浜通勤だったらすごい便利だと思いますけど、ここあれかな、JFE エンジニアリングの社員寮になってるのかなこれね。確かにね、JFE エンジニアリング近いですよね、ここからね。この右手側のですね、国道15号ですね、第一京浜越えますね、京浜工業地帯になってますんで、そういったところの、工場のプラントだとか、お勤めしている方はですね、確かにこの辺だったら通勤がしやすいかもしれないですね。まあ、大きな機関道路3つ繋がっておりまして、第一京浜、第二京浜、第三京浜と、3つございます。で、今このそばにあるのがですね、第一京浜道路、国道15号になりますね。で、もう少しですね、左手に行ったところにですね、国道1号線のですね、第2京浜道路っていうのが近くにあります。で、あとは、有料道路、第3京浜道路。第3京浜道路は世田谷区から出てですね、玉川インターから、保土ヶ谷方面まで行けるですね、有料道路が入っております。はい、この小安ランプ入り口ってありますけど、ここはあれかな、自動車専用道路になってまして、もうすぐ近くにね、首都高速道路が見えると思います。あれかな、小安インターチェンジかな、ここ。ということでね、国道15号線の第一京浜沿いに歩いてるんですけど、特にですね、まあ、目立ったお店はないんですね。国道沿いだとファミレスとかあるかなと思ったけど、この辺はあんまりそういう面影がないみたいですね。はい。で、自転車駐輪場を渡ったところにね、かろうじてのバスターミナルありました。こっち側だったんですね。があって、でも誰も人いないですね。もうなんか、錆びれちゃってるもん。ここあれかな、どこのバス路線なんだろう、横浜市バスかな、これ。あ、でも、ん？あ、生麦とかですね。新港駅前ってあったっけ、新港なんて駅あったっけ、記憶にない。新港駅。生麦行きか。あんまり需要ないんかな、こっから乗るんだったらって感じですよね。ちょっと上の方行って新小屋の全体像を見てみましょう。あ、高架の上当たってみました。あ、こんな感じで結構タワーマンションあるんですね、新小屋あるんだ。あ、こんな感じになったんですね。先にじゃあね、ちょっとね、こっちの方から見ていきたいと思いますが、あ、さっき見たマンションあれ JMA って書いてあるジャリー、あ、なんだっけ、ジャパンマリンユナイテッドとか、の寮だったのかな、あれ。あとクリオとかね。あとすぐ近くこの古川病院っていうね、大きな病院があったんですね。
国道15号第一京浜の、上から見たやつですね。こういった感じで横浜方面までつながってます。そこにですね、あの今川駅のお店があったんですね。ちょっと今日やってないけど、でもこの辺来ると排ガスが辛い。結構辛いですね。っていうのはね、もうすぐそこだって、このあの、こっちまっすぐ行くと大黒ふ頭なんですけど、ちょっと一回渡ってみましょうか。せっかくなんで冒険。あ、こっちにもね、鉄道の、路線がありますね。あとね、そこね、首都高速道路入り口になってます。三ツ沢のロッキーですね。あ、だっちね、プラントが見える。化学プラント、製鉄プラントかな。くるくる。あれですね、あの貨物専用の、あれですね、線路ですね、これね。貨物用だ。確かにね、あの東神奈川とかですね、降りて少し歩くとですね、このね、国道ね、15号の第一京浜ので、ね、左手曲がったところ、あの JR 貨物のですね、あの車両基地っていうか、それが、あったと記憶してますね。そういうやつか。ここから先はもうあれですよね、工業地帯っていうか、もうお店なんかなさそうですよね。これでもなんか佐賀のね、物流配送センターみたいですけど、なんて理工とか、北村とか書いてあるの、なんか共用してんのかな。はい、ですね、産業道路ちょっと高架下歩いてるんですけど、もうまるで人気がないですね、この辺ね。ここはバンテックっていう会社みたいです。もうあの倉庫とか安田倉庫ありますね、近くに。この辺はもうの物流とかね、そういった倉庫系が、集結してるこうエリアなんでしょうね、この辺ね。もうこっち行ってもしょうがないか。そこの角まで行ってますか、じゃあ。これ千代田っていうのはあれかな、プラントの千代田かな。千代田加工かな、こっちは。こんなとこ歩いてる人いないよね。あ、やっぱね、これ、プラントの千代田だ。あと、日赤工業とかあって。でもなんか、ここはでもね、コカ・コーラ・ボトラーズもあってね、あ、なんかいろんな企業が集結してるのかな、これ。あ、こういった感じでね。ほんと、手前が千代田だもんね。いろんな企業が集結してんだ。横浜技術センターって書いてあるね。千代田化工建設株式会社ですね、がありますと。あれ、こっから歩けんだっけ。はい、ちょっとですね、じゃあその道路から少しね、大黒ふ頭の方に歩いているんですけれどもね、なんかこっちね、なんか面白そうなのあるかなと思って行っています。そこの川あるか、鶴見川かな、なんだろう。これね、恵比寿橋っていうんですね。横浜港作業船、係留所、恵比寿橋になったんです。こんな感じでね、こっからなんか、船で運んだりするんですかね、ボートとか。奥には日産の事業所かなんか見えますね。はい、ということでね、ちょっと対岸渡ってみたんですけど、ここね、国有地売り地になってますね。こんなとこ顔していいのかな。まあ確かにね、この、ここだって船揚げ場になっててさ、事務所つくとしたらここの一角だけだよね。ここだけ売り地なんかと思って、あの奥にね、あの見えるね、プラントかっこいいね、あれね、いいね。この恵比寿橋を渡ってね、また行くわけですけど、こっちの方がね、なんか、ダイナミックな感じでね、
武骨なあの配管とかね、あとこういったあの、クレーンの見本市みたいになってますけどそれをね眺めながらこうやってねお散歩するという、なかなかいいですね。あそこの、真ん中の橋ですかね、あれは鉄道っていうか、なんか線路引いたのかな、あれね。あれ歩ける感じには見えないけどね。うん、いいね。こっから港未来の景観は見えないか、さすがに。はい、ということでね、まあ、この港湾のね、クレーンを眺めながら、新小屋からね、徒歩10分ぐらいですかね、こうね、歩いたところにございました。はい、神奈川区ですね、神奈川産業道路、渡って、戻ってきますね。あ、こう首都高速のね、看板ありましてね、K1 となります。ね、横浜公園方面か羽田方面かでね、この乗り口が変わりますといったところですね。はい、こんな感じでちょっとね、新幹線が戻ってきたんですけど、ここはあの、京急とね、JR 線が、交錯するエリアなんですね。こんな感じで、電車来るかな、来ないか、プレスですね、これが通ってますね、これね。こうやって京浜東北線が来ると思う。ここで京急来ないかな、ね、よいしょ。はい、ちょっとですね、オルトスカイデッキというところですね、渡って今産業道路の横にいるんですけど、このところにですね、あの公園が、あるんですね。ちょっとベンチとかですね、少し置いてありますけど、うん、まあ殺風景な公園ではありますか。はい、そしたらね、このオルト横浜っていうね、この施設のところで、あれかな、こっちのね、こっちの方にね、綺麗なね、バスロータリーありましたね、こうね。あ、なんかここはなんか再開発されたニュータウンっぽいな。こっちのバスロータリーがメインなのかな。あと、そのね、右手に見える、あれ、小学校だったのかな、なんか、取り壊してますね。あそこなんかショッピングモールかマンションできたら、また新コース変わりそうだな。うん。で、空気もこっちの方がなんか、少し澄んでるな。はい、であとね、横浜線のね、大口駅が結構近いんで、大口までね、徒歩10分ちょいって書いてあったんですね。うん、だから意外とね、横浜線の大口使えば、東海道新幹線、新横浜駅をね、アクセスしやすいっていう、そういった利点もありますね。で、このオルト横浜、じゃあ、せっかく入ってみますかね。オルト横浜ですね、ちょっともう看板がサビサビになっちゃって、もう結構年季入ってるんですかね、これね。ね、ショッピングモールの、案内としてはですね、相鉄ローゼンがありまして、これがね、ローゼンがですね、あの、横浜エリア、京急線沿いの上かな、あと横浜線にもあるか、マルセとかね、あるんですけど、相鉄ローゼン、これはね、夜25時30分までやってるんで、ね、お買い物便利ですね。で、あとダイソーとかジョナサンとか、バーミヤンとか、ファミレスもね、最低限揃ってるんで、うん。一人暮らしで食べる向けのお店ってないのかな、ちょっとなさそうだな。ということでね、このね、オルトモールはですね、この1階と2階に、分かれてましてね、1階がさっきのね、相鉄ローゼンとかあるな。で、あとは2階はですね、なんかオフィスも併設されてるみたいですね。ということで、行ってみましょう。ここの左手がこれダイソーですね。結構、そんな広くない、普通か。普通ぐらいの広さですけどね。で、この、オルトのところにね、こうやってあの、ベンチが置いてありますね。ここはね、ビジネスセンターになってるんですね、これね。なんか、どんなオフィスが入ってるのかわかんないですけど。うん。で、あと、ドトールと、ファミマと。まあ、あの、結構ここのね、なんだろう。デッキのところはね、屋根があるんで、雨を濡れずに、移動できるというところですね。で、このドトールは結構、小安住民の方が利用されていることが多いのか、意外と、混んでますね。で、ここにですね、バーミヤン、ジョナさんがあると。そこの下にあの、相鉄ローゼンがありますね。あとはね、花舞とか大谷とかあるんで、そうですね、だからあの、新小屋からちょっと行ったところね、企業勤めてる人はここまで飲みに来るのかな。どうなんだろう。でも飲み屋ってないよね、あんまりね。あ、でなんかね、こういうなんか広いところ出ましたよ。ジョナさんの前。なんかここはあれかな、コミュニティスペースになってる、コミュニティっていうか、なんだろう、なんか広場になってますね。
でもこっちの方行くとマンションなのかな。綺麗にね、整備された。なんかここだけ切り取るとなんかあれだよね、都心のなんか、高層マンションのなんかテラスみたいな感じがしますけど、あ、住むんだったらこっちかな。で、さっきのなんか、工業地帯エリアはね、ちょっとね、国道もあってうるさくてね、落ち着かないってこっちですね、やっぱね。これなんか夜もライトアップされるんですかね、なんか、電球がありましたんでね。で、こうパークプラザって言ってね、ここはね、まあボール遊びは禁止ですけどね、広いね、休憩スペースになってます。こんな感じですね。でね、パークプラザのとこね、こんなね、ガゼボがありました。ここだけ見るとね、全然、小安感ないよね。そう、ここだけ見たらね、全然小安感ない。ね、まあ、こういうとこもあるんですね。マンション近くね。よいしょ。さて。まあでも電車の音は結構響きますね。やっぱなんて言うんだろう。東海道線とかね、湘南新宿ライン、湘南新宿ライン通るか？うん。とかね、結構長距離電車がね、15両編成通りますから、結構ね、車両が長い分、うるさく感じるかもしれません。まあ、貨物はね、少し離れてますけど、音響くのかな、こっちまで。っていう感じですね。だから、岡山の本当にさっきのね、ローゼンとか、あの辺で済ませるしかないかなって感じですよね。あ、星電株式会社だ。星電東京支社。星電って聞いたことあるな。うん。あと、この下はもうあれかな、マンションとかかな。お、このベンチ良くないですか、ここ。ここあれじゃない。電車眺めながら座れる、鉄道向けベンチじゃない、これ。ねえ。おお、横須賀線見えるもん。あ、いいね、これ。これ、子供喜ぶんじゃないですか、これ。電車が見えるベンチ。あ、京急を見える、京急。ほら、これもね、こう座りながらこのね、京急線を楽しめるね、ベンチ。マニアックだね。ここ一日座ってこうやって、JR 線と京急線をね、楽しめて、なかなかいい趣味かもしれない。はい、ちょっとね、マンションの裏手側にもあったんですけど、ここの目張りしてある、なんか、アパートみたいな工場か、稼働してないかな。でも、なんかピザーラがね、このなんか、古民家との下にあるんですけど、なかなか謎だな。ピザどこで作ってんのこれ。この古民家の工場で作ってるの。違うのかな。で、ちょっとですね、新興市のこの駅前ですね、歩いてみたいと思うんですけど、そこはね、カトリック教会とかありますね。もう少し坂になっててね、こっちの方行くとね、横浜線の大口の方に、行けるのかもしれないですね、こうやってね。こうして見るとね、なかなかのね、高い高層マンションでございますが、もう何階建てなんだろうね、結構ありそうですよね。まあ、新興市駅前ですね、こっち側の、ね、改札側は結構です。改札っていうかね、出口側は、結構ね、マンション発達してて、住みやすそうな感じはするんですけどね。まあちょっと、スーパーがローゼン。そう、スーパーがちょっとローゼンぐらいしかないんで、そこをどう取るかですね。あとはだから大口の方まで行けばね、もう少し、SC、ショッピングセンター的なのあるのかな。左側これ何作ってんだよね。これの完成度次第ですよね。新幹線のこれからの発展。気になるね。あと調べてみようか。もうでもほとんど、その周辺ほとんどお店がないな。ラーメンがね、そこに一軒あるぐらいでね。あとないな。あとハックドラッグもありますね。ハックドラッグとあと
そんぐらいやな。ほらもうね、小橋小学校完全にもう取り壊しになっちゃいましたね、横浜市立。ほらもう完全にね、小松の 2.9 トン移動式クレーンがこう目の前に完全に建て壊しちゃったね、これ。解体工事って書いてあるね。何ができるのかな、これ。解体作業の話しか書いてないか。あ、開発事業あった。大規模な共同住宅の建築って書いてある。保育所、バイク、共同住宅。何ができるの、具体的に。レジデンス系か。8棟できるって。2020年4月1日。え？着工？あ、ん？あ、着工ね。びっくりした。うん。で、竣工は2022年3月31日ってことでね。またこれ変わりそうだね、小安。小安変わるかもよ。適当だ。まあ、またね、ちょっとこうね、変わるかもしれないね。この、オルトと合わせてね。もう少し、やっぱりね、こっちの方だったらね、この真ん中にこの、道路挟んでるんで、まあ、そんなにあの、第一景品の音は気にならないかもしれないですね。ただね、第二景品も迫ってるんで、そう、第二景品も意外と近いんでね。だから、小安はね、第一景品と第二景品に挟まれた街になりますんで、そこをどう取るかですよね。でもこれ、あの、母校の子はなんかショックですよね。なくなっちゃった。どっか移設したんだと思うんですけどね。なんかあの、両方坂になってるですね、このね、東西がね。坂になってて、マンションとかアパートもちろんほら見えますけど。すごい和菓子のね、お店もあるみたいですけど、まあちょっと遠いからな。はい、ということでね、今日はね、JR 京浜東北線と京急線の、新小安駅周辺を歩いてきました。いかがでしたかね。ということでね、まあ、新小安ですね、まあ、国道、第一京浜か、国道15号線の第一京浜がすぐ近くにあってですね、非常にまあ交通量の多いエリアになってます。あと首都高速道路もね、近くにございますので、まあ京浜工業地帯側はですね、あんまりこの、住居、まあなんだろう、お店があんまなくてですね、はい、だいぶ京急の音でかき乱されましたけど、うん、まあ住むんだったらね、オールと横浜があるですね、逆側の出口の方がいいかなと思います。そっちはですね、綺麗なね、タワーマンションとかね、整備されたエリアになってまして、あとファミレスとかね、あります。あとスーパーもありますんで、まあ、最低限暮らすんだったら、まあ、いいかなと思うんですけど、一人暮らしだとちょっときついかもしれない。一人暮らし向けの飲食店が全然なかったんで、もうマックぐらいですよね。でマックも少し、国道15号の方歩かなきゃいけないんで、まあ、家族連れだったらまあいいかな。うん、でもね、環境はね、住環境はね、ちょっとあんまりね、この大きな道路とね、このなんだ、横須賀線とかね、京浜東北線とか走るね、JR のね、大きなね、線路ありますから、ちょっとね、環境としてはいまいちかもしれない。ただ横浜線の大口駅とかそっちの方まで行けばね、またお店もありますし、大口とそのあれだよね、小安の間ぐらいだったらいいかもしれないですね、っていう感じで。あと私運営しておりますので、国内初のですね、座って休憩できる場所のね、まとめサイトだとか、あとね、住みやすさを検証したファインドマイタウンというサイトを運営しておりますので、ぜひね、概要欄からアクセスいただければと思います。で、あとですね、この、動画ですね、チャンネル登録いただいて、いろんなですね、街歩き動画、ご覧いただければと思います。で、ね、チャンネル登録いただけると私もね、いろんな街歩くモチベーションアップにもつながりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、どうもありがとうございました。